皆さんこんにちは、しだれ TV 石井亮介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。いよいよ撮影も佳境でございます、はい、TSR-1 のユーティリティ、はい、TSR-1 ユーティリティメタルです。ナイスボール。これ面白いよ。なんだっけ、20度だっけ。20度なんですよね、はいはいはい、上から見るとね、なんか APEX UW みたいなこのボテッとした感というか、ね、やっぱり APEX UW 対抗で作ったんじゃないですか。なんかこうショートウッド感ある。まあ対抗じゃないかもしれないですけど、なんかボテッとしてですね、うん、なんか可愛い感じなんだよね、うん。まあね、タイトリストの、まあ、ユーティリティって、まあ、2とかはねすごい名機っていうか多いですけど、まあその形状よりももうちょっとこう後ろにウッドに近いような感じですよね。パッと見て、えこれユーティリティ、うん、っていう感じ。そう でもウッドでもないし、これなんだろうっていう感じ。まあでも、まあ、フェース調もこう長くなくて短くてキュッとコンパクトになってて、後ろだけ長いから、まあなんかこうほんとね、お玉みたいな、うん、すごい可愛い。昔フェアユーってそんぐらいのサイズの。そうだね、そう、そうだね、なんちゃらトラジェクトリーとかね。なんちゃらトラジェクトリー、まあ、スチールヘッドの7番とか9番とか、はい、このぐらいの大きさでして、うん、あれいいんだよね、うん、20度ですからね。ちょっと、まあ、押さえて振ってますけどね、うん、安定感いい感じ。やっぱりこれフェアウェイウッドもそうでしたけど、そんなにバカみたいにふわーって上に上がるっていうよりは結構安定的に落ち着いたボールになる、そういう設計なんだろうなとは思います。花粉が、鼻が飛んでませんよ。もう薬も何も効かないですよ。もう気のせい気のせい。マジっすか、怖いよ。僕の鼻をすする音はごめんなさい。ちょっとシャフトが軽くて動くので今みたいな球がちょっと出やすいかもしれないですね。ほら、どっかでくしゃみしてる人いるじゃないですか。ね、ナイスボール。めちゃめちゃ気持ちいいね。うん、はい。ユーティリティあるあるのなんかグリッと変える感じが出ない感じ。結構このままグーッと、ちっちゃくて小ぶりだから、なんかクル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 いくのかなと思ったら、意外とこの形のままずーって動いてくるって。フェースがこう必要以上に閉じないで、こうこの形状をキープしてるっていうのがなんかずっと打てて思います。いいですね。よっ。で、まあ軽やかに捕まってくれるし、球上がりやすいし。ちょっと禁断の質問ですけど、はい、APEX UW と比較してどうですか？ APEX UW の前のめり感があるのと、うんうんうん、あとこれ、まあ、今まだ振ってないんであれですけど、振った時にどうなるのかはあれです、ね、前にツーンと飛びそうな感じがするっていう、うん、ね、APEX UW って結構ふわってこう最後浮く感じがあるじゃないですか、うんうん、あれが今あるかどうか。うん、結構強い球だと、でも結構その性格的には近いかも。最後ちょっと柔らかい感じで落ちてきましたね。43度あるしね。うん、APEX-UW やっぱり男子プロ向けのユーティリティですね、うん、なので対象ヘッドスピードがそもそも多分落としてある感じなので、ね、そこはでも球質がなんか狙ってるところは結構、まあ、近いとまで言わないけど、うん、まあ全然別物っていう感じはしないです。
あのエピックスーパーハイブリッドの弾道とは違う。あくまでグリーン止めることを想定してるよねっていう。マルコースって安心感もありますよね。左向いてる感じもないし。そう、かわいいよね。かわいいって横山さんが言うのが本当に言えて妙で。これ重いシャフトで打ってみたいね。これにゴーストとか入れちゃうんですか、ね、ゴーストとかね。あったっす、HY とか、ね、いや、すごい。あのね、なんだろうな、こんな表現して良くないかもしれないけど、はい、普通。いやいや、結構形状独特よ。あの独特なんだけど、うん、打ってると、うん、あのたまに全然こう癖がなくて、うん、綺麗にスーっていう。直進性が強い。直進性強い。不思議だわ。で、その巻いちゃう嫌な感じがしない。だから機敏さはないわけじゃないけど、まあ、もうちょっと安定の方かな。で、結構振ってますよ。ちょっと下から入ってもこれがね、うん、あんまり巻かないし、うん、今ちょっとスピン減った感じする。見通し高いじゃん。高すぎてるもんね。白山さん、見つけちゃった。何 すごいの持ってる、小山さんが。んどうした。これは何だ。シャフト。おー、そのシャフトこれに入れてみます。もうぼちぼち営業時間終わっちゃうぜ。大丈夫かい。これでもなんだろう、今まで TS、まあ、I とかまたは TS とか、それこそその前の816とかね、818とか、うん、または915とかの2をずっと使ってたっていう人が1使うのはこれありかもしれないですよ、うん、あのそれぐらいなんか全然僕嫌な感じしなくて、あのフェアウェイウッドの古文みたいな感じのユーティリティ感が欲しい人はこっちの方がいいと思う。アイアンの親分みたいなイメージにしたかったら3とか2でいいと思うんですけど。結構好きこれ。僕が何をリクエストしたかというとこれですよ。天聖 1K シリーズのハイブリッド70S シャフト、はい、70HY の S。 急に重量感があるというですね。でもこれね、このシャフト人気だし、でこれを入れて買う人もいるでしょう。おお、ちょっと見違えたぞ。うん、ちょっと吹く、まあ、シャフトもあれもあるけど、うん、いやランディングがまたさらに良くなった。あと距離変わんねえな、うん、あだっころ。天聖プロ 1K ハイブリッドって書いてある。これ何カスタム。いやいや、もうラインナップ普通のラインナップ。これいいね。いいっすか。これのなんかロフト多いバージョンがあったら、いわゆるショートウッド入れなくてもいいんじゃないっていう。良くなってきた。スピンも減ってきて、ちょっとエフェクス UW 感が出てきましたよ。うん、これちょっとこれはあの2を買うつもりだった人も打ってみたらいいと思う。いいとこ取り。これ面白い。そんなに左来ないし、不思議。意外とユーティリティシャフト資産持ってる人いるかもしれないしね。これすごい、すごい。本当。ちょっと待ってね。さっき大輝くんに習ったやつね。また買うわ。いやこれやばいね。ナイスボール。これ飛ぶぜ。パラダイム買おうと思ってた。左にそこに来ない。いいね。安定してるな。
じゃあ営業時間もそろってきたんで、はい、もちろん通常のシャフトで使うんでいいと思います。でもパワーヒーターの人でユーティリティを距離稼ぎたいけどちょっとこう左右に曲がるの気になる方はこういうしっかりとしたシャフトを入れて使うのはありというかむしろこれおすすめなんじゃないかなと。今やってみたいぜ、はい、見るからに優しそうなヘッドだもんね。そうぜひ本当ユーティリティ苦手な人うまく打てないんだよという人はちょっと試してほしい。嫌がらずにというかこうね先入観持たずに微妙にウェイト調整ができるんじゃないの。別にこれ高そうだけど、ね、うんね、そしたらシャフトの重量とかバランスとかちょっと微妙に変えられるかなって、うん、これなかなか明記な予感よ、はい、うん、うん、というわけで、はい、ありがとうございました。シャフト次第で化けるですね。楽しみだす、はい、はい、ありがとうございました。ナイスボール、これ飛ぶぜ。パラダイム買おうと思ってた。